どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、二人目となる女性キラー、ハグ、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。ハグ派ワープや罠を仕掛けることができるキラー。本名派、リサ、シャーウッド、で愛称派なんと、魔女。ちなみにハグマハタハック派、イギリスの伝承で怪しい老婆とされており、魔女に近い性質を持ちながら人を食べると伝わっている。ヘンゼルとグレーテルに出た老婆もこのハグと言われている。この人を食べる特徴派メメントモリに大きな影響を与えてるんだよね。ですが、ハグ派不運な過去によってキラーとなった経緯があるので、その背景を見ていこう。リサ、シャーウッド派平和な村で育った。人々派とても親切で、年長者たち派争いごとを好まず、古い伝統を守っていた。リサ派大人たちに教えてもらった安全と幸運を願うおまじないが大好きだった。ある夜、彼女が家に帰るために森の中を歩いていたところ、突然激しい嵐に襲われた。足元が滑りやすい闇の中、リサは転んで頭を打ってしまった。意識が遠のく中、彼女は木々の間から近づいてくる黒い影を見た。彼らが近づいてくると、リサは彼らの顔に飢えた笑顔を垣間見、邪悪な企みを感じ取った。彼らはリサを浸水した地下室に監禁した。暗闇の中で彼女旗の囚人たちの傷口が大きく開き、ハエがたかっているのを見ることができた。囚人たちは食人グループの錆びたナイフで肉を切り取られ始めると長く旗もたなかったが、なぜかリサは生き延びた。飢餓と肉体が奪われたことにより彼女の腕は痩せ細り、手枷に隙間ができるほどであった。リサが腕を引っ張ると、金属が皮膚や筋肉を引き裂いたが、彼女は自由になることができた。彼女の肉からは黄色くネバネバした海が吹き出し、腐った傷跡から骨が見えていた。彼女はもう一歩も動けなかった。錯乱した精神の中、彼女は自分の家の大人たちのことを思い出し、皆が教えてくれたおまじないの縁を書いた。その時、手を求めるくらい飢餓が彼女の中でうごめき、彼女は復讐を選んだ。嵐に襲われたことがきっかけとなる不運なキラーなんですよね。ハグのマップと言われる、バックウォーター、スワンプ、は犯行現場になっている。それでは、特殊能力を見ていこう。ハグの基本能力は基本より低めになっている。移動速度は秒速 4.4 メートル。脅威範囲は24メートルデセハ平均。ただし、ここね範囲が狭いので、こっそり近づくことができる。では、特殊能力に行こう。特殊能力派、幻影の罠、を使ったトラップ型だ。最大設置個数は10個となっている。使い方は簡単で、幻影の罠を好きなところに仕掛けることで、そこを通ったサバイバーに大声と虚像を映し出し通知する。トラップ発動場所から一定範囲内であれば、その場にすぐワープすることも可能になっている。ただし、ワープをすると血の渇望はリセットになる。特にサバイバーにとって厄介なのが、罠を踏んだ瞬間画面が別方向を向くので意外と厄介。幻影の罠は解除したり避ける方法がある。まず懐中電灯で幻影の罠に当てると消すことが可能。避け方としては、しゃがみ移動で発動を避けれる。そのまま修理することも可能。それではアドオンを見ていこう。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、ミントへのボロ切れ、おばあちゃんの心臓、血が混じった泥、の3つ。簡単に言うと、ミントへのボロ切れ、は、テレポート範囲無限、おばあちゃんの心臓、は、ここね範囲霊、血が混じった泥、は、罠の有効範囲アップ。特にテレポートに関しては、踏んだ瞬間飛んでくるとかなりきついので、遠くにキラーがいたとしても踏むのは気をつけましょう。
ハグの固有パークについて解説しよう。呪術、第三の封印。呪術、破滅。呪術、むさぼられる希望の3種類、一つずつ確かめてみよう。呪術、第三の封印、は、探索素材パークになります。というのも、目くらましの効果を付与させることによって、釣られたり瀕死状態のサバイバーを見えなくすることができるパークとなります。マップが覚えきれていなかったり、味方の位置把握ができていないサバイバーがいた場合は非常に強力なパークです。ただし、呪いのトーテムに依存しているので、トーテムが壊されたり位置把握が上手いサバイバーがいるとあまり効果はありません。呪術、破滅、は、修理遅延パークになります。修理をした発電機を放置するとゲージが下がっていくパークとなります。いかに発電機から離れさせるかが大事なパークなんですよね。ただし、呪いのトーテムが破壊されると全く効果を発揮しないので、場合によってはマッチング数秒で壊れます。一番は、トーテム付近や発電機の近くなどに、ハグの幻影の罠を置くようにすると良いかと思います。呪術、むさぼられる希望、は、能力アップ型のパークです。フックから、救助されればされるほど強くなるパークです。このパークはフックから救助される、24メートル以上離れる、ことにより、トークンが溜まっていきます。さらにトークンが溜まると、能力がアップされていき、常時のオワン状態、一撃、から、メメントモリ状態まで行くことが可能です。サバイバーを全員一回一回すればかなり強い力を発揮できます。というか、いかに早く釣り上げるかなんですよね。ただし、ノーワン発動条件が3釣り目からの発動なので、勘の良い人はこのパークに気づきます。呪いのトーテムを守りながらうまく釣り上げ、かつ早くその場から消えて次に移るのが重要となります。パークが潰されると元も子もないので、不死によるトーテムのすり替えや、狩りの興奮、などのトーテム破壊探知と合わせていくといいと思います。それでは、ハグの対策といきましょう。ハグのトラップ波設置が非常に簡単なので発動させないことは不可能です。触れないというよりも発動させても怖くない状況で動けるかどうかが重要となります。まず、トラップ自体にはダメージ判定がないだけで通知のみとなります。これは、キラーに位置がバレるということだけなので、そこまで怖くはありません。虫キラーがこちらに向かってくる可能性があるということで警戒ができます。その場から離れて安全そうな場所、またはチェイスがしやすい場所で発電機を回しながらキラーの警戒をしましょう。ただしやってはいけないのが、自身がチェイス中に踏んでしまうことで、画面が一瞬変わるので、操作が不安定になりますので、設置場所は覚えておきましょう。救助する際も注意が必要です。トラップを仕掛けていることが大半なので、踏んでしまうとワープしてきます。それを防ぐためにもしゃがんで移動をするようにしましょう。呪いのトーテムも破壊は非常に大事です。優秀な破滅や貪られる希望派、ハグを育てていない人でも使用可能だからです。ハグの時派ランクに関わらずこの3つがついていることが多いので、しっかり呪いのトーテムを破壊していきましょう。いかがでしたでしょうか？ハグ派、破滅や貪られといった強力がパークがあるので、レベル上げだけでもした方が多いんじゃないでしょうか？またサバイバーでも苦しめられた人は多いと思います。トラップを恐れると何もできないキラーなのでしっかりとしゃがみ移動など対策を抑えていきましょう。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。